どうも皆さんこんばんは。ギャングスターベガスの方でですね、新しいアップデート33の方が来たということで先に見て、で新しい武器ですね、今回は見ていきたいなと思います。まずですね、新コンテンツとしまして、ゾンビ対策、頭をゾンビに食われるためにあるんじゃない、使うためにあるんだ、新しいゾンビ対策装備をピックアップして先手を打とうということで、これですね、多分テミーさんがまあ言ってたと思うんですけども、多分毒ガスを吐き出すビリビリヘルファイア的な乗り物がですね出るんじゃないでしょうか、はい、でこれですね、新たな冒険ということで、新しい乱闘と水上での小競り合いがストリートクレードのミッションタイプに追加、新たな冒険が君を待っているということですね。今回ですね、久しぶりの船が追加されたということなんですけども、まあこちらですね、潜水艦ですね、潜水艦が追加されまして、クレードイベントの方にボートミッションが、ようやく出てきたということになっております。はい、で、最後盗難車販売店が改装ということで、これですね、ちょっとまだ見てないので、ちょっとこれはどんな感じか今見ようと思います。はい、で今回、購入してちょっとレビューしていく武器がですね、こちら M4 ブラストというものなんですけども、まあこれダイヤがですね27とだいぶ高いアイテムとなっております。でこれ、まあ、威力も4025ということなんですけども、この4025というのは RPG-1 ぐらいでしたかね、まあ、ハンドモータル3とか RPG-1 とか、まあ、そこら辺の、威力、あるかなと思うんですけど、まあ、まあちょっと低いですけど、ちょっと低いのに927使わされるのもちょっとまあ痛手なんですけどね。まあまだブラッドリーパーが出てこないことを信じて、まあ、今回はちょっとダイヤ使おうかなと思うんですけど、でですね、こちらがポセイドンですね。まあ、これは、作業場で作成しました。これフリーダムドライバー、これがですね、これもなんか作業場で作れそうなんですけども、まあ出てこないんですよね、何回更新しても。まああの M4 ブラストもそうなんですけど、これは出てきました。しかも金素材なしで作れるので時間間に合わないと思うんですけどね、これは作れました。今度出てきた時は作ってみてください。これダイヤ150ぐらいでしたかね。でこちらのですね、ビッグミリタリーも、作業場には出てこないですね。これも出てきそうなんですけど出てこないですね。まあビッグミリタリーの方はですね、クラシックを持ってるので、まあこれはちょっとまあ見送る形とさせていただいておりまする。はい、では M4 ブラスト、購入したいと思います。弾倉サイズ20ですね。それではとりあえずですね、ちょっと盗難車販売がどうなっているのかというのを見ようかなと思います。まあ他にもですね、ちょこちょこ変わってるところがあるので、それもちょっとまあとりあえず見ていこうかなと。あ、これ売りましょうか。あ、ちょ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 、いやこれでいいや、これを売ります。さあ何が変わっているのでしょうか。一緒じゃないですか。何かな。いや一緒ですよね。30分、ちょっと何が変わってるのかわからなかったですね。でちょっとコメントであったんですけども、パトカークラシックがちょっとモデルが変わったというのをいただきましたので見たいと思うのですが、これか。おお、確かに変わってますね。あ、ほんまやほんまや、だいぶ変わってますね。確かに変わってます。はい、こんな羽もついてなかったですよね。うん、これが変わってたらあっちはどうなんですかね。アメリカンクラシック、あ、これは変わってないですね。これはそのまんまですね。これの色を変えてサイレンつけたのがパトカークラシックなんですけど、まあこう見比べれば全然違うのが分かりますよね。顔も違いますし、もしかすると並べるとこの、まあ、グリルと羽だけかもしれないんですけど、ちょっとそこは編集した時にどういう違いが出てるのかというのを見ようかなと思います。はい、でですね、ヒットリストの方もちょっとまあ見え方がですねちょっと変わりましたね。でこの左上にタスクっていうのができまして、これまあ今まであのカード制度やったと思うんですけども、これ行くとですね、こういう風に仕事が書いてあって、その仕事をこなせば、まあ、400ダイヤがもらえるとか1800ダイヤがもらえるとか、
ちょっとそういう、むちゃくちゃな、やつですね。ちょっと変わっちゃったんですけど、すごいダイヤの数にはなるんですけど、こういうのは、そっちの方のアプリで課金をさせられたりとか、っていう感じと思うので、ちょっと微妙かなと思います。はい。ではですね、好きな方法で警官を殺すというのがあるので、これで M4 ブラストを撃っていきたいと思います。関係ないですけどね。関係ないですけど。あ、来ました。ちょうど来ました。これに撃ちましょう。行きますよ。ちょっと怖いな。行け。お、マジか。すごい、なんかこれ。いやー、これはちょっとダメなんじゃないでしょうかね。うわ、あかん、これあかん。これはまずいな。これは久しぶりの失敗作ですね。ちょっとやってしまいましたね。おお、すごい。めっちゃ遠い。そういうことかな。今のはたまたまでしょうか。今戦車がめちゃめちゃ飛んでいったんはたまたまでしょうか。たまたまっぽいですね。とりあえずですね、弾薬の方がですね、あ、すごい、弾薬がなかなか安いですね。11発で38,000。なるほど、そこですかね、いいところは多分RPG もそんなに高くはないんですけど、RPG もめちゃめちゃ安いんですよ。クォンタムハンゴーバーも安いですね。あれ、こんな安かったかな。あれ安いな。あれ、こんな安かったでしたかね。これ109発。ちょっと待ってくださいね。この武器、いいとこないですね。なんか特殊効果ないんですかね、これ。威力が弱いので、アイロンホースとかでもですね、こんな3回とか撃たないと。いやー、これはダメですね。久しぶりの、買い物失敗ということになっておりますが、いやー、失敗したな。誰かが失敗しないとダメなんですよね、これは。打った時の音が新しいんかなっていう、それぐらいですよね。警察がまだですか。いやー、何もいいとこはないですね。はい。何もいいところはないです。はい。ということですね。今回 M4 ブラスト、ちょっと購入して使ってみたんですけども、RPG よりも、ハンドモータルレベル3よりも、使い道のない武器やったということで、これが927ダイヤっていうのが、ちょっと非常に恐ろしい話なんですけども、これはですね、下手すると作れても、作業場で作れても金素材いっぱい使わされそうですね。どっちを取る。
まあ、あの最後に、浪人級が、期待外れというのをちょっと僕の気持ちをですね、代弁してくれたということで、今回の動画を終わりにしたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。